お久しぶりです。本当に久しぶりです。あの自己紹介の方ちょっとお願いします。はい、天気 MC 渡るのでメイン司会八文字でございます。よろしくお願いします。声ちっちゃくないですか？恥ずかしくないですか？声、もうちょっと声張ってしゃべってもう一回お願いします。ちゃんと、はい、戦国 MC バトル司会八文字です。よろしくお願いします。八文字さん、なんで八文字するんですか？え、本名です。わかりました。3月25日に、はい、あの八文字さんの相方のアスベストは、アスベストは、はい、アスベスト、はい、あのセカンドアルバム出すんですけど、はい、FA 宣言、はいはいはい、もう聞かれましたか？もうこの間もらいまして。あ、本当ですね、はい。どうでした？どの曲が良かったとかあります？どの曲、はい、いや、まあ、全部良かったですよ。あ、てか結構知ってる曲じゃないですか。はいはいはい、あの耳なじみのあるというか、まあ、ライブとかでもよく見てるし、何曲かはもうすでに、うん、まあ、YouTube にあるんですよね、うん、結構そのアスベストの魅力に関しては後で話してもらうんですけど、はい、こう今日はそのやっぱアスベストと八文字さんっつったら、うん、なんかもう俺の中でもうすごい、なんだろうな、もう二大巨頭っていうかMC バーテル司会二大巨頭、怒られるんでやめましょう。だと思うんですよね。おはようございます。で、まあそのアスちゃんっていうのもかなり名物フレーズになったし、はい、で、あ、なんか来た、あ、カマンベール、はい、結構アスベストと八文字さんの最初の出会いとか教えてほしいんですけど、大丈夫ですか？はい、最初の出会いってどんな感じなんですか？ハウハウハウ、はい、ハウ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 、大丈夫です、待ちますよ、はい。あ、むずいよ、うん、最初の出会いとかは、はい、2008年ですね。はいはいはい、どこで？大宮サイファー、はいはい、っていうのを昔やってました。はい、あの当時やってた、はいはい、まあ、いろんなとこでね、池袋サイファーと高田馬場サイファーと大宮サイファー、まあ、その3つくらいですかね、うん、はもうあるよっていうたんびに遊び行ってたっすよね、みんなで。みんなでね、はい、そこで俺も八文字さんと出会ったし。そうですね、うん、で、あの、あいつあんまいなかったっていう、はいはい、当時銀行員かなんかやってた、うん、リーマンとか、うん、で、あの噂は聞いてたんですよ、うん、そのやっぱ年近いやつがあんまいないっていうか、はい、3つ下、4つ下の方が多かったんですか、うん、で、あいつ何個下？2個下？2個下かな、うん、とりあえずね、うん、でそのぐらいまでは一応同世代というか、うん、その少数派のくくりで、うん、アスベストってのがいるんすよって、うん、後輩たちが呼び捨てにするわけですよ、うん、で、うん、なんか行くとやっぱ、ね、あのね、富山サイファーって行くと駅から出てくるとみんな、なんか近くでやってるから、うん、駅の方チラチラ見てて、うん、あ、何々さん来たみたいなのって、うん、挨拶しに来るっていうか、うん、するじゃないですか、うん、で、うん、アスベストいるっすよ、あ、そんなもう、なんか大物になっちゃってんだね。いやいや、なってないですけど、やっぱその、よそ者、あ、よそ者、よそ者情報、今日来てる、うん、で、来てますよ、みたいなで、うん、で、どれどれって言ったら、うん、ヤフーのロゴ入った、あれなんなんですかね、来てたよね、当時ね、うん、ヤフーのコーチジャケット着てたんですけど、ね、ヤフーのね、俺ヤフーの人だと思ってたんですけど、うん、で、うん、あの、まあ、当時からその、うまいって、うん、みんなが言う、うんうん、あ、そうなんだって思って見てたら、うん、うまいんですよね、うん、やっぱり何のことはないんですけど、で、うん、ですね、昔サイファーでもバトルってやってたじゃん。やってたね、うん、超面白かったよね。超面白かったですね、うんうん、普通にあのあれですよ、クラブでやるのと同じ、ただサイファーでやってるっていうだけ、うんうん、そうですね、同じですもんね、うん、みんなうまいし面白かったね、はい、うん、DK とかもいたしね。そうだね、DKY とか、うん、強かったよね。強かったし、あと今じゃね、もう全すごいやつとかいっぱいいたよね。なんかサイファー中にさ、股間裸になる人とかさ、いたね。もう俺の一個、俺がさ、俺の一個上の人でいたよね。あ、そうなんですか。そうそう、もう忘れちゃって、もう忘れちゃってんのよ。元気にしてるかね。まあいいんだけど。まあいいんだけど。で、その時に、多分吉田さんいなかったんですよ、その日。はいはい、いなかった。寒かったからあんま人いなかったのかな。で、大宮とかやっぱ人数多いと、うん、
やっぱ1対1だとすげえ時間かかっちゃうから、2 on 2、3 on 3でバトルやってたんですよね。で、その時は少なかったから1対1でやってて、うん、俺アスベストと戦ったんですよ。おお、そうなんだ。はい、八村対アスベストはそこであったんだ。もう最初の出会いがそれですね。あ、最初の出会いでバトルだったんだ。ファーストコンタクトがそうです、ね、超かっこいい、うんうん、で、うん、まあ彼うまい、はい、で、うん、汚い手を使っても勝てなかった。あ、そうなんだ。そうっすね。だから今のところだから2敗っすね。あ、この間の去年の UMB、ね、そうっすね、埼玉で、はい、あれが2回目。あれ7年ぶりの対決だったんですか。7年越しのっすね。リベンジマッチが、ね、7年越しのリベンジマッチだったんだ、はい、そうなんだ。じゃあそれでその後その戦慄 MC バトル始まって、あいつもうやってたっすよね。やってたよね。俺より先に、ね、そうやってて、で俺ら、俺とか八本さんがバトル出てて、うん、そうそう、出場でね。で、ある日俺がいきなりその手伝うことになったから、はい、八本さん司会やってくださいと。そう、ちょうど2人とも負けた日にね。負けた日に戦慄でね。そう、では言って、うん、で八本さんとアスベストの関係が始まるわけですよ。そうですね。で結構どうですか、隣で司会とか見てて、なんだろうな、最初は一緒にやることどう思ったんですか。うん、いや別にっていうか、どうこうはないし、普通に知り合いの人ですから、最初はね。特に仲いい悪いもなくね。はい、で、だからお邪魔させてもらったみたいな。なんかしないけど、メインとしていきなり呼んでもらって。で、なんか、いや、なんか後から入ってメインごめんねみたいな。で、何やるかよく分かんないじゃないですか。だからメインは、パッと見てもみんな多分軽く想像してこういうことをやるんだって分かる。サブ司会何やんのっていう。それは俺最近です知ったの。何やんの？サブ司会の仕事。え、なんすか？サブ司会の仕事って。あの対戦のトーナメント表確認したりとかさ、ビートのチェンジを進言したりとかさ、そういう何、まあ裏方を表でやるみたいな感じなんで、いないと回らないです。だからあいつ絶対必要なんですけど、うん、最近いないじゃないですか。ないね。キー舞台だと俺が一人でやらされてるじゃないですか。キー舞台っていうかその箱が大きいとこになってあいつが出るとかになると大変です。なるほど、はい。結構じゃあ今出たんですけど、アスベストのラッパーとしての魅力って何だと思います。どういうとこだろう。頭の良さじゃない。頭の良さ。あ、なに、それはじゃあどういう意味。歌詞とか。だから頭使ってやってるんじゃないかなっていう。直感とかセンスよりも先に考えたものを出してきてるんじゃないかなと思ってますけど。好きな曲とかあります。ないですけど。ないな。ないんですか。いや、ありますよ。なんですか。怖がりの処方箋だっけ。 あれとかはすごいトラックも好きだし、昔からよく聞く感じですよね。あとあれか、プライド、はいはいはい、オシレックとやってる、あれでラブ君とか、であのラブ君がライブやるときに、あのワンバース蹴るときとかにサイドで入ってたりすると、歌わなきゃなんで、ちゃんと聴くわけです。あの曲多分一番聴いてるさ、アスベストみたいな。はい、なるほどね。あのアスベストプライドって曲があって、はい、フィーチャリングでそう覚えなくてはいけない歌詞がたくさん散り込められてるんで、サイドなきゃやったんだよね、その時。そうですね、はい、そっか。バトラーとしてのアスベストの魅力とか何かあります？ MC バトル、まあ、いや、それこそ頭の良さですよ。頭の良さと意地の悪さですよ。なんだろうな、ストレートじゃないっていうか、まあ言ったら揚げ足取りですよ。人が嫌がることをする。だから何、もうそれ言っちゃったらもう返せないみたいなとこをついてくるんですか。はい。じゃあ印象に残ってる試合とかはありますか。いや、新平さんとじゃないな、ルミさんかな。ルミさんだよね。そうは、準決勝で、準決勝、あの時ほら、マイコマイコって2じゃないですか。それはね、あれだよね、2010その次の次ぐらい、12だね、はいはいはい、その時は新平さんとの方だけど、ルミさんとの試合はやっぱ俺も印象に残ってる、で当時っていうか、その多分あそこまではまだその上に行く人じゃないっていう、優勝とかもしてましたけど、ちっちゃいとこでは、そんな UMB ってね、大きい舞台の東京で、ね、ね、
ベスト8まで行ってもマジかってなる感じなのに、いい感じの勢いのままいて、一緒にいた女の子が、まあ友達の彼女なんですけど、あの、まあ、基本そのフリースタイル、ヒップホップが好きなんで、フリースタイルとかはあんまりみたいな子なんですけど、あの人上手っつって言ってたんですね。そのぐらいその、あのご新規さんを引き込む力を持ってました。それから何年か経って、はい、そのまあ、いろんなことが俺らもあって、ね、結構思えば遠くまで来ましたけど、なるほど、どうですかね、アスベスト次のセカンドアルバム FA 宣言、はい、これ売れると思いますか？確認いいです、売れると思いますか？うん、うん、いいアルバムでした。あのベストアルバムじゃないんですよね、あれ、うん、ベストアルバムじゃないよ、俺の中ではベストアルバムだと思うんですよ。おー、すごい、ありがとう、いいこと言ってくれた、うん、あの、まあ、ベストアルバムっていうか集大成曲、あれで一区切りになるような曲が集まってません？あー、まあ、今できる全力ですよ。あー、そうだよね、でも俺も本当そう思う、うん、そうだよね。八幡さんの方が最後何かありますか？ないです。ないの？ないの？ないの？ないです。ないの？まあそうですね。僕らこんな感じでやってます、いつも。うん、まあそうですね。はい。ありがとうございます。じゃあ八幡さんでした。あ、ありがとうございます。なんか言ってもらえます。なんか、はい、あ、DVD 買ってください。あ、ありがとうございます。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。